はい、たかし農場です。一箇所ね、終わりましたので、給油を兼ねて一回自宅へ戻りました。で、一箇所やるのにどのくらいかかったのかなと思ったらね、使った燃料なんですけどね、約半分ですね、約半分、あと2リッターぐらい残ってます。で、ですから、満タンで1時間ぐらい持ちそうですね、満タンで1時間ぐらい持ちそうです。これからね、給油してまた次の田んぼ移動したいと思います。今ね、持ってきながらね、はい、落として、タンク傷つけました。ああやっちゃったって感じですけどね、まあしょうがないね、まあいずれ傷つくんですからね。ちょっとただ新しいうちはちょっと綺麗に使いたいんだけどねいや、トラックがあればトラックで行くんですけどね、今トラックちょっとセルモーターが回らなくて調子悪くてね、はい、修理に行ってるもんですからトラック使えないんでしょうがないんで、アクティで持って歩いてるんですけど、今おろしながら、バックドアにね、こう斜めに立てかかっちゃったんだね、走りながらね動いちゃって、で開けた途端にドタッと落っこっちゃって傷になってしまいました。ああショックがでかいです。まあしょうがない。はい、そういうわけでね、はい、これから二場所目行ってきたいと思います。2箇所目です。で、長編が終わりましたんでね、一番最後の道路側の短編の場をこれから焼きたいと思います。
よっこいしょ。最後にね、エアを抜きます。はい、これで終了です。今日午後はね、ちょっと母と買い物、食料の買い出しに行かなくてはならないので、今日の作業は、田んぼの作業はね、これで、終了になります。で、この次はね、また別の田んぼに移動になります。お付き合いありがとうございました。